やっほーあぶねえだよ起きてた起きてたちょっと今日短めかもしれないやっほーよくんやっほー コメント読んで返事し室やってヤほホって言ってないことに気づいたハ <laughs> ンマーさんこんばんざーいツンさんおはようおはよう <laughs> やッホゆっくり休めましたか休めたのかもしれんけど <laughs> 短めマンです <laughs> そういえば 今日帰ってからさいろいろ作業したりしてあって思って電球がなんか暗い気がしてさカバーを外して見てみたらさやっぱり外側の1個がなんかほぼ切れかがっとったわけんさよしアマゾンで注文しようって思ったんよでもさ全然あのこの丸い電気の中身が分からんくてからさ 名前が「蛍光灯」ってやったらまっすぐなの出てくるし「電球」ってやったら電球が出てくるしどっちも違うってなってでなんか「電気」って調べても違うしなんか調べとったらシーリングライトで出てきたっけんそれかなって思ったらなんか本体全部が出てくるし中身の回だけじゃないしみたいなあの中身調べるだけでめちゃめちゃ時間かかった。 ちゃんと丸型稽古音っていう名前を学びましたなかなかそうマジでなかなかたどり着けんかったえマジでツイッターでこれどうやって検索したらアマゾンで出てきますかって聞く直前まで言ったけどちょっとそれは恥ずかしすぎるなって思いつつ マジで分からんこて無事変えたいつ届くっちゃろこれ30日火曜日に到着よって,言ってえめっちゃ先じゃないアマゾンなのにえそんな先に届くとは思わんかったっちけどえもうちょっと早く届く傾向と絶対あったよねなんで みんな優しい気を教えてくそれは思う絶対教えてくれるって思ったけどマジって電気屋さん行ったら買えるはずなのに名前とか分からんすぎてさ頑張ってたどり着いた。 でもそしたらさうち今エアコンでさ暖をとっとるんやけどさ電気ストーブとかいっぱい出てきてからさ今の時期やけんそれもいいなーって思い始めちゃった欲しくなったエアコンじゃないエアコンじゃない電気ストーブ系とワット数えな何それ ワット数とか違うとワット数ってそれは違うくてもいいじゃんやつじゃないとちゃんと外して型だけは見たよ何型大きさ困ったきのお宅の多分僕へ <laughs> 使えるちゃんと <laughs> じゃあ使うわ困った時は頼みに行くわでも実家とかおった時も自分で買えたりはしちゃったけんさ買えたことはあるんやけどさあのいここにはないコスモスとか行けばあったけん 今や、ほー、そうやにいつの、わあ、ありがとうよ。すっごいそういややね、それ、マジで。<laughs> 僕の好みの太も <laughs> 太もも写真でしたかよかったっす僕はを使い古すさまで使ってあ <laughs> めっちゃ使われたいあ何使われた方が嬉しいと使い物にならなかったらし捨てませんかなさすがに使い物にならなかったとしても別にそれだけじゃないじゃんゆうきくんのあれはあゆゆきさんだ こんんばヤッホーこんばんざい, <laughs> こんばんざい今日ありがとね <laughs> 立山のもこんばんざいや,あやややややちょっと今日は短めちゃんになりましたよかったら話してってね こちらこそありがとうそういう扱いされたら喜ばな <laughs> い嫌じゃん だよね、いっぱい使うっていうことよねねそういうことじゃないこのさっきユウくんがやったみたいな使い方ってことやろ <laughs> かなぁと思いました別に話してて楽しければいいからそういう人でありたいけど

だってめっちゃ欲しいの出てくれとるけど、一応投票にしとこうかな、それならば。じいさん、こんばんさい。お日さありがとうね。気持ちだけいただいておきます。話しとって楽しいと思うああ、話しとって楽しいよ。ありがとう。行ったら入いな。あら、まあまじ 何やん今日ええー、あらまあまた機会ばお待ちしてますなんなら明日だけ今日も同じとこなんだ明日だけ今日は秋葉原でリリースイベントからのあくび屋で水原塾でのライブがあります 秋葉原だ竜さんやんほーう僕ちゃんと話したあとお前が幸せだけどああ嬉しいありがとうハッピーになってくれると嬉しいね <laughs> 水原塾行く途中にあんまな何それ すごい、ね、着ぐるみでな東京はいろんなもんがいるのだ今日は何か原宿まで行くときにさ電車乗ったらさ 死ぬほど詰め込まれてさやーばーい東京って大変だーってなった「揚げ物のお宅とご飯食べた後に新宿まで歩く途中やったっけん」えどっから新宿まで歩いとったら原宿に寄るんめっちゃ遠くない2、駅ぐらい歩くないもう、まあ、言うて。 農家みたいなとこあるえ、代々木新宿とかよね原宿え違うっけあらまあその物販だけ一個物販もお時間ってことだとしてだいぶ遅いけど <laughs> やつさんこの辺だって何しでもやったね だからあらまあ渋谷から新宿渋谷から新宿って歩けるめっちゃ遠そう知らんけどそのお宅の役を召しななるほどね役を二21時は確かにもうねおはい入,入れません言われず。 終わっちゃうもん、もうあとちょっとで <laughs> もうあとちょっとで終わっちゃうまあでも入っててもいいかなブッパン芸とかにしちゃったらねニコ個江ム村ああんかよくなんかテレビの撮影とかで使われとってくるねのマスコットキャラへ なんでそういうのに着ぐるみがおったん不思議や。街中にってことやろ。そりゃそうか。<laughs> <laughs> すごいね。不思議だ。 昨日の僕って酔っ払ってましたきょうないん昨日あでも昨日は酔っ払っとるとって聞いたらうん酔っ払っとるよってやったよ <laughs> テンションは高かったでもめちゃめちゃなんかベロベロに見えたかって言ったらそんなベロベロかと思わんかった記憶ないまであれでも記憶ないんかすごすごくないだとしたら記憶はなくなるけど全然ちゃんと。 会話できた気がするよ酔っ払っとるとって言ったら堂々と「酔っ払っとるよ!」ってニコニコしながら言ったよ。<laughs> 聞いたら。時間が時間都合が合う時きは待っとるよ前みたいなそうね。ワンちゃん12月おっマジ !?12 月6いいじゃん。 待っとこうじゃ12月6日をねまじワンチャンよね多分いろんなタイミング次第よねいっぱいおるし配信終わったらへんから配信の時の記憶あるん昨日 あ、でもあ配信のコメントはめちゃめちゃ酔っとったわめちゃめちゃ酔っとったちゃんと昼の時点はまだ元気あったけど配信はあ、確かに配信は記憶なくてもおかしくなそうなテンションはしてたね なんか近くに紹介するイベントスペースえっそうなんや本物おったんやしかもなんか東京ってさ偽物って言ってへんやけどさ一般人が勝手にしたやつとかいっぱいあるけんさそういう系とかと思ったそれ当たり前みたいな会話できるようでしたやったねいやいやいやどうえもう昨日え割と あー絶対めちゃめちゃ酔ってんなーってもうコメントのテンションで分かった文字文字面で分かったなまさんが初めて配信に来とったうちの <laughs> その流れでコメントしてくれとった休めんかったらいけないけどチケットを休めることを 祈っとこうじゃ <laughs> そりゃ回したいわ <laughs> うん久しぶりえー、嬉しい話したいようちも。 <laughs> 待っとるよ <laughs> ポコちゃんこんばんはいつもの僕だってそういうこと <laughs> いやマジで面白かったよ確かに昨日は昨日はねああ 記記憶ないわ記憶なないいわわ多分あの感じは <laughs> ま,あまだわかる <laughs> いやでもあれででも記憶なくなるんなんかお酒でさ記憶なくなるっていうのあんま分からんけなさ <laughs> 何んだっけだって意識はあるってことや え、どういううことなのなのん、どう記憶がないでもその時は動いたわけやんそれこそ昨日もさコメント打っとうわけやんえー、不思議やねお酒ってアハハハ安定そう夜中配信です今日はちょっと短めかもちなみにエペックスを放置しすぎてたヤから動いてないあらも ピーマンのエモダイヤ行ったとこってことそれを放置しすぎてって持っとるんうちもエペックス全然やれてないけんねちょっとやらないかんのとあとは昨日マジで大土下座なんですけどあの12月のカレンダーあげるっていい配信で言いながらうち昨日マジめっちゃ寝落ちしたけマジで昨日ね全部電気とかつけたまんま寝落ちたしさっき なんか帰ってから気付いたら寝とったやばいマジで気付いたら寝るやっとる最近カムバック僕の記憶それ <laughs> 願っとるけど戻っては来んのよおいちゃんおきはおいちゃんはあのまだ未成年なんで。 お酒の記憶は僕もや <laughs> やお酒やばお酒の記憶飛ばすって何なん何なん,なん,なんって言うとあれやけどコメントしてないよ一つ一つはないけど少しはあるんやなんかもう死ぬほど眠い時みたいな感じあでもちなみにさなんかさ昨日今日ぐらいであれってなったことがあってなんかそろそろ福袋の季節やん なんかネットで袋袋頼んだはずなんやけどさなんか「頼んだよ」って「注文完了」みたいなメールが届いてなくてあれって思って頼んでなかったんかなって思ってあのもう一回頼んだけどやっぱりメール届いてなくてあれ あんちゃん2回頼んじゃったみたいな気持ちにはなっています今日。でもさ「どうしようマジ2回頼んだ説あるけどさその注文完了メール届いてないし何かそのサイトで会員登録するのめんどくさすぎてあの情報だけ入力して買うみたいなのをやったけんさメール届いてないとこれさキャンセルもできん気がしてさもう問いう合わせたくせないか,んかもしれんこれ」 っていう状況になっとる今でメール届かんじゃけどって思って絶対メールアドレス合っとったのにってなっていますでも昨日うん昨日か一昨日に福袋頼んだつもりだったんやけどめちゃめちゃ寝ぼけながら頼んだのねその記憶だけはあるんよっていう感じなんかな あそうなのかダイアンのあポケモンかいいね別ゲー疲れがピークどうなんだろうねでもちゃんと昨日も寝たしでどっちかっていうとなんかさ最近ずっとさ部屋でさエアコンで暖房つけとっちゃけどそれめっちゃ眠い気はしている昨日は僕携帯えやばっお酒飲んで危な 見せるんだよお酒で記憶なくすほどねやっぱ相当飲まなんやね人にもやらんかでもそうそうスタバの福袋ええー、そうなんや毎年争奪戦っていうかすごい倍率高いって聞く今までは無縁やったけど最近スタバにハマっとけいいな迷惑メールも届いてないと。 入ってない思ったけどマジでどこに行ったか分からんででもえっ、ー、メールアドレスあったったはずだよなマジでヤキ福袋私は頼めたのかでも一応今日はその注文完了しましたのスクショだけ撮ったけど昨日これ撮ってないとヤそもそも頼んでないって説もあって。 でもこれこのサイトに多分さ注文完了メールが届かないんですけどっていうのを言ったがいいよねーっていう通称お問い合わせしてもし2個頼んどった場合私は1個キャンセルしなきゃ同じ福袋が2個届いちゃうって思って携帯 <laughs> なくしたのは知らんかったよマジでそれは荒れ手の詐欺ではないと思います ちゃんとあのお店で買いと違う。ちゃんとしたお店です。2個あれば使い回しできる。2個もいらん。同じ同じ福袋二個もいらん。それなら別のところの福袋も1個買いたい。割と正体以いしたいんじゃない、ね、そこの福袋。 前服買ったんやけど服買いたんやけどあのちゃんと街中であでぐるぐる回ってあの得意メータたやつを買う方式で行ったんやけどそこのお店の洋服がわりと可愛いの多くてなんか可愛いのは多いけどなんかよくあるなこれみたいな別のとこでも買えそうみたいなデザインのが多い店はあんま変わんのんやけど。 わあこの店かわいいなってとこを見つけてちょっとハマったけんそこの福袋買ってみたお洋服の福袋ですあとどこの買うかな福袋なんかさみんなさ服以外の福袋でおすすめとかあるそれこそさっき言ったさスタバとかもそうやしさ むしろ知らないで。あははえでも見つかったってこと今。まあ、携帯。え、そういうことよね。一回なくしたけど、バタバタして探したら見つかったっていう認識だっとる。じゃないとも、やばいそうやけど。ザ才 <laughs> ジ,ジャパン福袋。確かに。何が入ってんだでも。ヤッキングさん、こんばんざいお子ちゃん、それの福、マジ ビレバン福袋あーなんか変なもんいっぱい入ってそう電化製電化製品の福袋とかあるん何が入っとるんそれこの前さばスタバネ、ね、最近の流行りなよねマイブームだから最近カフェインがラブみたいな感じになっとるんやけどもっと ご自分よかったよかったよかったいやコメントしとけそうやろうなと思ったけど2 <laughs> 二人と在庫処分ええー、そうなんや。 でもドリンクの700円、まあまあ、高いのはすごい分かるよ。あはは。そりゃそうでもおいしいけん。買ったことないけん、何が。<laughs> え、なんかさ、なんだっけ。え、でも、スタバの福袋ってめちゃめちゃ評判いいし、倍率高いよね。<laughs> なんか。 コスメの福袋とかは去年買ったんかなうちはあれ買ったんやっけあれは結局買ったような気もするな去年かおととしぐらいどっかの買った気がなんか別に福袋をブランドが出してるわけじゃないんやけどなんだっけなんかその 鹿児島だとめちゃめちゃね、有名なんですけど。っていう店があって、なんかめちゃめちゃ毎年コスメの福袋で行列ができるとこがあるんやけど。で、さ、デパコスとかをいっぱい扱っとる店ってあるじゃん。ああいうのなんて言うんかわからんけど。そこ、そういうとこの福袋を買ってみた。 なんてとこだっけねっなんてとこだっけ忘れちゃったな忘れちゃったわ 福袋より欲しいそれはあるでもお洋服の福袋はね割と毎年買うかも結構お得やしあこのここのブランドの服は割とどの服着てもかわいそうかわいい感じになりそうっていうところを買うかな あ、じゃあ、しぶくの、しぶ、しぶ、し、しぶ、しぶ、しぶつの福袋、めっちゃ混ざった。<laughs> なるほど。ポルンド上のリップか。ポルンド上のリップ、猫の印象が強いき、あれ絶対使えなそうっていつも思っとる。やばい、ファンで買わなきゃね。っていうことをふと思い出した。 ボールンドジョーじゃないんやけどねファンデはファンデとスタジアムを離れられないあやばいクレンジングも買わなきゃないえそうなんファンデとクレンジングが一気になくなりそうでやばいって感じ特大出費の予感って感じがしとるこれだけで1万いくら飛ぶんやろうね いくらいく1万ちょい飛ぶと思う多分。なんか肌系統メイクの特に肌に関わる系統はめちゃめちゃちゃんと下の買うようにしとけ <laughs> やばい肌がんかめちゃめちゃ詰まってるチェキケとかランダムブラマあーあ確かにそれでも良さそう でもなんかリリーブとけたらできそうではあるけどねダックデュード何つ待ってどこを調べようあのさマジでさうちブランド疎すぎてさへえすごい となるみたいかわいい <laughs> やばいえでも毎年買うみたいな服袋ってあったりするよねうちも一時期それしようかと思ったけどやばい待って部屋が乾燥しすぎてやばい湿度みたいに24%とか書いてあるやばい 過すぎなきゃあとでカピカピまた座りっぱなし歩いてちゃんと昨日は久しぶりにおーそうなんや急になんかンさん出てきたけどきえ今日マジで寒かった回路開けたもん ドナルドとかサングラスいつも、あ、そうなんえ、今度見せてよ、ちゃんと。え、あのキャラおるマジかわいい。え、ディズニー行きたい。え、最近マジでディズニーモチベ高い。マジでディズニーモチベが高すぎて、マジでディズニー行きたいけど、行く人、一緒に行く人がおらん。大問題。どうしよう。 問題なんだがマジ行く日があったとしてもさ絶対行く人おる身になっちゃうね最近服買ってない最近買ったやっとでもさ違う今日さ昨日アウターをモコモコしたやつ全部一回洗ったの全部まとめてね そしてやけん今日割と薄めのやつ着て行ったんよ。でもまあ行けかなとか思ったら今日マジバーリサいンゲンさマジびっくりしたカイロ開けちゃったとうとうずっと川に忍ばせてたキーワイ貼らないカイロマグマみたいなやつマジあったかいあれ。 ヤッホやヤッほーヤッホーぽこちゃんがいきますけど気づいと気づいとらんかったでちょっとさとあのブランドとかマジ分かんなすぎてそんなブランドがあったってことを初知りした今コスメのブランドならまあちゃんと分かるけど あの、お洋服に関してはマジわからん自分が買った服だかもしれんし、ね、やっけん多分ネットで買うの苦手なんよねここのブランド好きってわからんもん <laughs> 正直最近あ,あ 可いいって思って服買ったところの店の名前もあんま知らんしね。で気持ちお洋服はなんかいっぱい店がある建物ファッション雑貨ビルとかそういうとこ入ってからなんかぐるぐる回ってときめいたやつ買うって方式が一番好きやうんどこの店かは知りませんって感じなのよ。 実はまだ行ったことないんそうなのか <laughs> ご挨拶だけしに来たわヤっホーおまさん配信あそうねイベント中からおやすみでもそうそうそう なんか寝落ちしそうやから気をつけ、気をつけるわ。でも多分寝落ちしてんと思う。専用にする。ちょっとしとったらごめん、こんなこと言いながら。でもしたことないよね、配信では寝落ち。の寝落ちでて配信できんことはあったけど。ブランド全然興味ない。なんか興味ないわけじゃないけど、覚えるやん、マジで。記憶力がなすぎて。 あのアニメのキャラ覚えれるのと一緒なんかアニメ好きでもそれこそなんか最終話まで見てもキャラ目は出てこんことあるもんでもお話は理解しととでもなんかこの子で覚えちゃうで名前言われたら全然通じるんやけど自発的に出てこん 実はチェきとったときパーク着ーてパークーきとて,て下にもう一枚う上うを着たってどういうことどういうことパーカーの下に上着着たってどういうこと頑張れぽこちゃん。<laughs> おしゃれおじさんになりたいおおしゃれおじさんがよう分からんけど一ハ <laughs> ハ109で買い物したことないんよねうち。 ま0 9に実は入ったことがないすみちゃんやッホー,ほー元気やねいやいやいや寝落ちすんぜん変な思うコメントしてたあこれ寝落ちすんぜんやったらどうしたんだって思って今ねすごい一生懸命考えとったうーんって <laughs> おはよう。<laughs> ピーチージョンはちょっとわかんないかもしんない。ブランドわかんないからね。チェックグラウンドなるほど。すごい。上着なのかそれは。全然想像がついてない。<laughs> だって普通にパーカーけとったやん。<laughs> 来週面接。え、そう、もっとジョイフルおった。ジョイフルさあ、東京来て見たことないけん。 ジョイフルじゃんって思った。まあ、埼玉やったけど。<laughs> えぇ、ー。携帯も、はあるある。こないだもあった。ジョイフルとかマジ懐かしいんやけど。え、ジョイフルとかね、マジで、あの、<laughs> 何だろうめちゃめちゃ小中とかめちゃめちゃ行ってた記憶あるその割とそんぐらいの時ってさ割とあの行く場所ないけんさそんな都会っ子じゃないけんファミレスってよう行きがちやけんさ その友達と割と大人数で遊んだ時とか大体ファミレス行くわけよ夜とか今 <laughs> 日めちゃめちゃお世話になりましたって感じジョイフでもないもんねこっち得体の知れないファミレスいっぱいあるなんか何やっけ行ったことないのうち忘れちゃった行ったことないけん名前 <laughs> 行ったことないとこもあるなんか。 ジョイフルおいでって。ジョイフルは、マジで、本当に、あざすって感じ。お世話になりましたって感じ。ジョイフルって地面が懐かしかったもん。お時間でないから大丈夫だ。よかったよよかった。間違えた。埼玉。埼玉か。埼玉ね。あ、でも大丈夫。埼玉行くよ、今度。ジャワフェスがあるけんね。 地元でジョイフルなにホームセンターそれは初めて聞いたんやけど。それは初めて聞いた。ジョイフルって生き物係の曲科ジョイフルはレファミレスだよファミレスだよさっき調べたら大分日本に。まあでも九州がメインであるんやけど、ジョイフルは。関東にはあんまないっちゃんね。 ん北海道とかほぼないじゃないとあるとかいなそもそも北海道にはない説はあるだいぶジョイフルでもなんか関東圏のジョイフルって割となんか田舎にしかないイメージなよな調べたことあるけど逆にジョイフルってファミレスがあるんですそうジョイフルってファミレスがあるんよ 西の人、そう、ジョイフル恋しがある。マジでジョイフル行きたい。けど、ちょっとなんか、勘って、なんか、一時期めちゃめちゃジョイフル行きたくなった時期があって、どこにあるか調べたことあるんよ。でもなんか、調べたら、もうなんか、めっちゃ不便、不便そうではないかったんやけど、別に。多分。だからんなんか、あんまり行かなそうみたいなところにしかなかった気がして。知らない。調べてみなファミレス。ごめん、かわいい。ありがとう。 メッシジューフル何フードコートフードコート <laughs> ありそうな名前ではある。あちなみにえ、ジョイフルって絶対食いつくと思うよ。絶対わかる。見ても、え、マジあのロゴに見覚えがないんだとそんなことあるって思うけど、あるんだろうな。 東京でジョイフルってそれどっちだっけ?「大梅」あっとるなんかあるよね「海バージョン」と「梅バージョンなん」どっちがどっちでよ読,読み方むずいけどそれだっていかもそんなとこってとこ。 ハングリータイガーも行ったことないハングリータイガーってなんか聞いたことある気がするけど青梅青梅あっとったうちあっとったっけオウっ青梅ってどこやねん ばちくそ遠くて笑ったんやけど。やばもう山じゃん、こんなん。え、立ち会うのさらに先やん。もう死って言っとる時点で。向こうの方なんだろうなってなるし。 そうハンバーガーのみじゃないジュフル見てるえ、そうだそれは知らんかった神奈川、え、神奈川もあると思うけどな知らず見ようジューフルジューフル店舗検索 神奈川県とかで出てこんのかな関東地区えー、神奈川だけないかも東京、埼玉、千葉、群馬、栃木、茨城ってあるのにえ神奈川だけなくない神奈川だけないかも逆にそれ以外あることになっとるあることになっとる までも東京ほんとだ青梅と八王子と稲にしろって書くとこしかない東京どこやねんって横浜は発祥分からんな府中東京埼玉千葉それなしかもなんならさあのあの上三県もあったのに あ、すごい、なんか。マジ、なんかさ、全然どこやねんっていうとこしか出てこんじゃけど。間違えた。あ、埼玉はじゃあ逆にカ。カスカベってクレヨンしんちゃんのとこじゃん。それ以外あんま分からん。あ、越谷レイクタウンは聞いたことある。え、え、待って <laughs> え、なに越谷レイクタウンあ。 えレイクタウンって住所になるとレイクタウンって住所になると群馬にそれな、ね、マジそれな？群馬にあって神奈川にないのも全然意味わからんし福岡急州 <laughs> 福岡めっちゃあるよジョイフル知らんはずは北海道,北海道にもないんか北海道はなさそういなああそうそうそんな次回だった稲城っていうんや 上京するまでし、<laughs> 実はあった。埼玉ってジョイフルだし、なぜか北海道の、え <laughs> すごいね、埼玉県って。埼玉県ってすごいね。あ、星くん、ヤッホー、おはよう八王子ね。会社の女子、ええー えてかえっねえ今さなんかレイクタウン店みたいなの,の住所にさ「埼玉県越谷市レイタクレレイな <laughs> んだレイクタウン何番地何?」って書いてあったんやけどさレイクタウンって住所になるんですかえレイクタウンってさショッピングモールの名前じゃないとえ困惑しとるんやけどそれともレイクタウンの中にあるけんそういう住所って書かれとるってこと ちょいフル一生あるそうね敬語公演のとこにもあるしね住所に入ると 知らんかったっちゅうけどレイクタウンって住所になるとえじゃあさあうちレイクタウン一回だけ行ったことあるっちゅうけどさレイクタウンの周りにちょっと家あるじゃんあの辺の番地がレイクタウンってことえあの辺に住んどる人家がレイクタウンの住所の人がおるとえそういうことえそういうこと 向こうにも近場にないそれはそうそういうことマジ越谷市レイクタウン南番地って住所になると家がウケるんやんけどええー、あれ住所えー、ええええだってショッピングモールよねレイクタウンってだってあれってえあれって住所になるんびっくりないけど行ったことあるよレイクタウンは実は。 なんかねレイクタウンってもう死ぬほどでかいって聞いてえでもレイクタウン行ってちょっと楽しかったすごい小学生みたいな感想言っちゃったほんとじゃん地図見てさ周りの建物にピン刺してみよるんやけどさいやほんとじゃんレイクタウン何丁目とかいいよるええー

えでもショッピえ何じゃあ,あれは何あれは何えあれはレイクタウンってショッピングモールの名前じゃないとレイクタウンって何やあなたはえっあ,あ,あなたは何なのあなたは何なの <laughs> えあなたレイクタウンだよねだってだってさイオン何丁目みたいな感覚なんやけどうちからしたら。 違うとじゃあお城の敷地に住んだお城 <laughs> かもしれん眠気もう全然意味わからんかった <laughs> えだってお城の敷地じゃないのに住所がお城なんよだってこの感じそこまで驚くの驚く驚く感覚的にえマジえだってイオンモール何丁目みたいな気持ちないんうちの認識イオンと。 なんか、うん、もうバチクソでかいイオンみたいなイメージだったけどさものもうちょっとあれやけどレイクタウンってショッピングモールってよりえあれってイオンなん <laughs> イオン越谷レイクタウンってそうだ <laughs> いやあれってイオンえうち一回行ったはずないけどあそこ。 あれ,あれもあれはレイクタウンっていうものかと思っとったんやけど <laughs> えっんだけどえ <laughs> えあれっていいよなあれっていいよなまずそもそもがいや驚きすぎてびっくりすぎるちょっと語彙力もしなっとよね レイクタウンがが強すぎるそそそそう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 ,そうなんかえ本当にそんなことあるんって思ったらイオ,イオンモール越谷レイクタウンってんてことが起きているんレイクタウンってえー、そうなんやめっちゃおしゃれすぎんだとしたらレイクタウンって街やばへえへえ こんなことあるあなた、あなたイオンなのあなたイオンだったのね。ほんとだ。でもイオンモールって書いてあるかも。もイオンモールがいっぱい書いてあるってことは、この辺一体全部もイオンモール。越谷、レイクタウン店がもうここ全部みたいな気持ち。でかすぎ。<laughs> え、でかすぎ。いいことして、それな。 実家行ったことあるのにあれがイオンってことに気づけんやったん <laughs> びっくりするんやがあれがイオンってことに気づけなかったみたいレイクタウンだレイクタウン一日じゃあまり生きれなかった記憶ある広すぎて。 お買い物したあなたイオンだったのあなたトトロっていうのねの感覚なんやけど今全然意味わからんけど誰かにとえね話してみよっかいなめっちゃはずいじゃんあなたトトロっていうのね <laughs> やっぱそういうふうに言っとったよねうちやっぱ通じるぐらいそ,それに似せてとったんかうちびっくり <laughs> あなたあなた あなたイオンモールなのね <laughs> マジめちゃめちゃ衝撃なんやけどえあなえあなたイオンっていうのも衝撃やしその辺一帯が越谷市レイクタウン何丁目っていうことも驚きえそんなそんな住所あるレイクタウンって住所やなええー、驚きマジで。 もち,もちこはねあだってあの子埼玉県の伝道師やで <laughs> いくら赤ちゃんとはいえ埼玉県の伝道師やけんちょっともちこには話せんかもしれんメルさんにならワンじゃいけるかもしれん <laughs> メルさんねえいや分からんどうだろうメルさん面白いもんな イオン、イオン、マジでイオンに衝撃。レナ、レナさんはもう、もうね、<laughs> だって絶対、えもう、そうよって言われそう。反応が気になる。さすがにちょっと埼玉県の伝統師ってイオンにそれを話せん。えぇ、ー。埼玉県民ってレイクタウンって行くんかな ララポートはね、あの、リリーメーで言っていたよ、あの、ララポート立川立日に。 リリマさんかリマささんんかもなレイクタウンはほぼ千葉,千葉やからレイクタウンはほぼ千葉な,なんかめっちゃ埼玉のもののイメージあるんやけど埼玉のものって言い方あれやけど。 さそのレイクタウンの近くにさコストコってなかったっけ気のせいやっけああるあそこにララポートもあるんかなんかそんなイメージあったでも確かに千葉近いねレイクタウン千葉ジュリアさんかも。 マリアさんかもコストコ行きたいけどさコストコの会員証ないってずっと言いよるえー、マジ作るかもやうけどさすがになんか年会費4,000円を一人暮らしじゃ取り返せん気もしとるけどあのー、ストック大好きマン的にはめっちゃ行きたいコストコ川内さんこんばんはコストコ。 これミサトよね多分そんな聞いたことある新三郷って書いてあったけどこれ三郷っていう読み方であっとるうち賢いと思っとる気にあっとると思うんやけど <laughs> えー、コストコ行きたいコストコ行きたいけど 天才じゃんうち読めたのコストコえ川崎にもコストコあるんやなんかねレイクタウンとコストコが近いみたいなイメージがあった前そのレイクタウン行ってすごいそのこの辺この辺っていうか何東京に住んどる友達に案内をしてもらったんやけど コストコは年会費4000円を取り返するとか考えずにちょっと1回コストコに行くっていう入場料だと思って行ってみたい気もしているけどでも一人暮らしでも車なくて持って帰るの大変かなコストコちそうなんや ま、サンタさんやーほう。一人暮らしは食べき、まあ、食べ物だけじゃないけんね、コストコ、別に。正直、なんか洗剤とかの系統が欲しい感はある。ま、あでも食べ物も欲しいけどね。冷凍とかもいっぱいあるけん。冷凍庫に入るか問題はあるけど。洗剤とかが欲しいなあと何が買えるかなコストコって。あんま分かんなかったわ。 コストコ車ないとそうよね。そんなイメージあるよね、そもそも。持って帰るのがしんどそう。いっぱい買いだめたとこで。シェアハウスしてるとコストコに、ああ、シェアハウスは確かに特装絶対年間取人返せる自信ある、それは。<laughs> 一人暮らしやもんなーってなる、コストコは。かーその、 一回これうち友達と話してたんやけど友達となんか折半とかでなんか1人会員になればさ行けるけんさ何人かあれがいいんかしらんけどなんかその年会費を半分ぐらい出すけんみたいな2人でさ行ってさ2人分買ってってなったら確かいけるんやんあれなんか付き添い4人ぐらいまでいけるじゃんみたいな話をした気するけど。 それがいいんかしらやってないけん知らんけど日常生活品いいよねしかもうちさあの詰め替えひよん詰め替えとかのストックがめちゃめちゃ大好きなんよほんとに <laughs> だからさいいよなあって思うでっかいダウニー欲しいもん ち、うん、でっかいダウニーが欲しいっていう一心でしかないんやけど正直言うとそれがあんまり何が欲しいか分かってないのが本音でも見たら欲しくなるんやろうなでっかいダウニーが欲しいが一番大きいでもとかまあそうだねでもねお水はいらんちゃうけどね今お水ねちょっとやばい 片付けないか箱ダンボールが2リットルをさアマゾンでさ定期購入しとるんやけどさ2リットルをケースでお水には困らんようにしちょっとのどいたけお水つもごお水の話したけんお水飲みたい。 コストコって1回の会員登録で2人もそうなん全然やったことないけん分からなすぎる、うん、ちょっとお水すぐうとするね、うん、ちょっとさすがになん <laughs> ねなおやすみ なくなった一本、ちょっと冷蔵庫入れるの後で入れよう。うん。ああ、美味しい、お水。メンバーにするんたよ、それはあるけど。 初期の時ダウニーへーでもうちダウニー自体は使っとるんよ今もちょいちょい柔軟剤何種類か使うタイプやけんいろんなの使っとるけどいい匂いよねダウニー好きりーちゃんさんでいいのかなほんにゃはじめまして来てくれてありがとう今日はラジオなんですが。 日本の魅力をおもてなしの心とエンターテインメントの力を使って世界を発信してガイドルグループ。バンイジャパンの福岡県の伝道師、七瀬葵です。よろしくね。よかったらゆっくりしてってね。6.7時間でて、<laughs> お疲れ様。お水、クリスタルガイズあんま飲まんのよね。 一時期はクリスタルガイザーやったけど近場にあるのも嬉しいねえー免許取りたーいいつかこれはほんとにいつかの話やけどてかね免許取らないうちさえっみんなさあの免許をさえ車の免許持ってない人とかおったらさ大人になってどうやって身分証明書を出してんのって思って。 顔つきの身分証明書マジマイナンバーカードかパスポートぐらいしかないんやけどマイナンバーカードってあんま使えんこと多いよね身分証明にしっとしてなんか個人情報が出すぎるみたいな観点からなのか知らんけど免許持っとけば最悪さなんか一日だけレンタカーとかすればさなんか運べそうってはあるじゃん の親いとこと一緒に会員登録してえーやっぱ、やっぱそういうのが一番お得のねいいねそれ家族会員みたいなの2人分カード作ってか親が作るああなるほどねいいじゃんうち親もた多分作ってないも一時期作っとったけど行くの大変やけんっつってから更新したかった気するな水も味も味違うまず原付 え、なんかまず原付きなんかな原付き取るんやったら別にうち原付きは乗る気ないけんさ怖いもんやだ車も怖いけど原付きの方が怖い乗るのやけんなそれなら車も取るかな免許取っといてそれなーマジ絶対困らんよね夢で免許持っとるメンバーはね結構いっぱいおると思う 頼むのはちょっと申し訳ないので特典会でコストコで楽しそうやけどうん会員証がいっぱいいることになっちゃうけんめちゃめちゃ非現実的かも <laughs> それならまだなんだろうなイケアとかの方が簡単にいけそう今日イケア目の前やったけんってのもあるけどなんでイケア出てきたかって 水原宿の下にね、池屋があるんで。うちも二人作っとるけんどっちか、ええー、そうなんや。すごい便利そう。いいな、コストコ行きたい。でもうちそう、今ね、ちょっと、行きたいって言うと、毎回思い出すわね。ディズニー行きたい。ユウ <laughs> くんおろしね、こないだ行ったって聞いたもん。リバイそれはそうやけど。 それだったら、え原付きってさ取らないかんと車の免許取るときにでも原付きあってそうはせんとは思うけどでもなんか原付きだけで取るんだったら車も取りたいかな普通のわー牛くんじゃん森さんの配信終わったどう あでも、ええ今何時これ4時過ぎとるってほんとちょっと目疑ったんやけどあれまああいうち今日短めって言わんかった全然遅すぎてびっくりしちゃった自分で車の免許取れば限定あそうなんやじゃあ車の免許取ればいいやいつかね 車の免許ってさなんかどんぐらい時間がかかってどんぐらいお金がかかるとかマジ何も知らんちゃうねで結構いろんなものがかかるし大変そうやし怖い車けど絶対便利だしあってそうもないって思うえけどさやっぱなんか乗らんかったら忘れそうっても思うよ正直だって多分 東京に住んどる限りさ車乗る機会とかほぼないじゃんそうなったらマジでペーパーになるってなるとさえ忘れそうでいざ乗るってなった時は忘れてそうって思って福岡とかやったら絶対車乗るけどさマジで葵ちゃんとドライブしたいじゃあちょっと助手席にお願いします助手席に乗せてください私を 無くしました。今40、え、そんなするんや。まあ、でも何十万って思ったら4なんや。40万なのそうなん。東京の、え、地域によって違うと合宿あ、合宿の方が安いんや。早く取れ。あ、そんなイメージ。でもなんか短期間集中って感じよね、あれ。 すごいいなんか正直身分証明になるきゃ免許早く欲しいけどちなみにうちはあのだいぶ先の話なんやけど20代後半とかになってあのアイドルとかをもうやめた年齢になったら今のところはあの福岡帰りたいってすごい思っとるんよ正直正直ね 今はなんかまだ若い県いろんなことがしたいしいろんなことができる県東京におるってのはあるけどなんかもうそんぐらいになったら一回福岡帰ってなんか福岡帰りたいんよじゃはそうなると車に乗るようになると思う県その時には絶対免許欲しいんやけどなんかその時に取るのかっていう 教習20万なんか変ななまりがするの車買うのに15でごまあ車は買わんかもしれんねその免許だけ取ってまあ使いたい時にその1日だけレンタカーとかっていう使い方もあるんかなってさっき思った駐車場代毎月5000円あそんぐらいかかるよねガ,スはガソリン代とか維持費めっちゃかかるよね車買うと。 なんか、ガソリン代がさ、どんぐらいかかるのかっていうのは、うち本当にマジでんもわからんのやけど。30万ぐらい、あ、ストレートならそうなんやニロイ。えー、すごい、すごい。一発ってすごいん,なんえー、そうなんや。全然知らん。 マニュアルで31万、大二29万。ちなみにうちが、ええー。免許取るので教習所とかでその値段が。車検ってめっちゃ高いんやろ、なんか。うちの親よくなんか車検、車検って何年かに1回あるやつよね、多分。 よくそ、車検のタイミングでなんかさ車屋さんってさ車検のタイミングでなんか割割とあの何、ー、車買い替えるの進めてこんいばさほぼえそうなんや免許なあーもともと持っとったとかならあるけどってこんな感じへえー。 借んは軽自動車なのへぇー。牛くんもう専門やけん。うなんでも。あ、ゆいさんおはよう。今日は、今日はありがとう。こちらこそありがとう。仲良くやもんね。すみちゃんは、y、C は18時50万のキューブを買って。へぇー。5年近く。車ってどんぐらいなんやろうね。あんま知らんけど、マジ知らんけど。 もうそろそろ寿命かもへそんなか。普通車だと7から。へえ。高いね。費高そう、車。いってか、東京で車持つのはマジで。もう余計かかいい。な駐車場代とかマジで。まそう。土地がなさすぎて。なんか、東京にあるさ、 マンションについとるさ、駐車場代なんか高そう、知らんけど。駐車場ある家探したことないけん知らんけど。単純に土地少ないけん、単純に土地の単価が高いわけじゃん。o っ高そう、それだけでも。そもそもなんか駐車場がついとる家の家賃とか高そうやもん。 自家用車は車検がねえ2年ごとにそれがくるんやポコちゃんそうなんやディーラーでやると軽自動車が10万へえすごディーラーって何もっともっと専門的な感じなんかディーラーは聞いた車のディーラーって聞いたことあるけどそういう感じなん車は5年以上新車から乗るとおかん、ね、へえそうなんや 都内で車を持ってるし不合,不合すぎるし都内で車を持つ意味はあんまりわからん電車とかが発展,発,展発達しすぎてそれで完結する説あるよね都内のサジ、あのー、道路って混むんかなでも都内って駐車場がマジでなさそうやけん不便そ逆に武井さんの時のポジションにゃんのくんそうやろ何も言わずにアハハハハ 駐車場安くで2万かあーそうなんやほしくんちの近くでも納得納得 <laughs> 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 納得納得うけないやっが2万ってやばいね駐車場代で2万もするんやばやばいや福岡のおうちのなんか駐車場付きの家とかの駐車場代とか大体はなんとなくは分かるけど 2万ってやばいねやば高っ福岡の時はさそのなんかいろいろ単純になんか物件見るの好きやったりするけんさ見たりしとったわけど「おはようおはよう駐車場渋谷でかみで5万やばっうちの方立川で2万ええー 牛くん立ち構わないや。<laughs> そ、そこに驚くんって感じに、そこに驚いちゃった。あれじゃん、ララポートじゃん。いや、え、そこまで行っても2万なんや。ええー、高いね。17時気がし、黒回し。海鮮の村しんどいから今日もライブか。<laughs> 駅とか階段いっぱいあるもんね <laughs> なんねなかツイそれ見る気がする車できたみたいなツイートツイート買いのんやろなんか見たことある車安定する車あるとえ買い物とか車便利よねマジわかるだってさ買い物行ってさこうスーパーで買ったものとかをさ車に乗っけたらさもう家まで重くないわけじゃん。 自転車とかやとさどうしてもさうちのカゴがないのも今あるんやけどさ自転車のカゴ早くつけなきゃってずっと言うよる <laughs> いやマジそれはマジ便利だと思う国分寺で一番暗カスカベってああかすさっきも出たクレヨンしんちゃんのところカスカベって田舎そう分からんけど住宅街なんかなでもクレヨンしんちゃんで住宅街ってことは住宅街か 都内はやめね5万ってやばいね、駐車場で。大変だ。でもあれもよくすぐ気づいた。いや通じるって、そこは信じとったけん。毎 <laughs> 月5万はやばいよね。駐車場5000円。でも5500円はまだ納得できる。ちょっと、安くはないけど、それでも。立ち火は地元はチャリ、<laughs> チャリできた。マジ地元じゃん、それは。 きまさんね。ニトリアパート何ニトリアパートって月9何99円って何地元のコンそれはそれは頑張ってもうちょっと <laughs> それは春日部今の職場あそうなんや春日部が職場なんクレヨンしんちゃんあんまどこにあるか分かってないんやけどね こないだまであー一時間ちょいかなるほどね車ないとあそれはそうかも確かにいろんなとこにおるけんねあいりさんが二百メートルは頑張ってくれ <laughs> それは <laughs> 頑張ってもうちょっと。<laughs> てかさ、もうやばいね時間やばいんやけどもう4時20分びっくりするマジマジですかって言っとるけど <laughs> なんか今日は短めって言いながらさ気づいたらこんな時間だからやばいやばいってそれほどまだ全然あるのに <laughs> やばいやばいってなってるのでそろそろ終えないかってことで来てくれた方々ありがとうございました 毎日配信していますのでよかったらルームのフォロー,ーよろしくお願いします。寝ましょう。あ、リリーベオルンか。楽しますねん。ってことで、皆さん来てくれてありがとうございました。以上、バンザイジャパン福岡県の伝道師、野々村葵でした。またねー。バイバイ。